こんばんは。ちょっとごめんね、今ミュートにしてました。こんばんは、こんばんは、こんばんは。ちょっとすいません、ガチで、多分これギリ間に合ってるよね、毎日配信多分ギリ間に合ってるんですけど、本当にね、間に合わなくて、ちょっと今暗闇から配信しています。すいません、照らしてくれた。電気つけた方がいいのかな、どうなんだろう。電気つけたらやばいかな、これ。ここやばいか、つけてみて。え、おお、こっちの方がまだマシかも。あ、すいません、こんばんは。私もこんな顔近くしたくないんだ、本当は。ごめんね、おい。ねえ、ウケる。ね、隣でママ、隣にママ氏がいるんですけど、なんかショールームの音が聞こえた。すいません、すいません、本当に。こんばんは。ごめん、私も本当はこんな近くしたくないんだけど、ちょっとごめん、そうしなきゃいけない、すごく。はい、すいません。こんばんは、ママ氏、お疲れ様です。お疲れ様ですね。やっほー。今日は本当にレッスンがありまして、頑張ってきました。頑張ったよ、めちゃめちゃ頑張りました。近すぎそうなんだよね。そう、そうなの、ごめんね。そうなの、そういうことよ、ごめんなさい、すいません。だからこんな近いんですけど、そう、めっちゃ急ぎました。ありがとう、お疲れ様、ありがとう。もう本当に頑張ったんですよね。そう、でも本当に今日もそのブースティー祭りのリハをしたんですけど、私はすごく楽しみで、すっごく楽しみだし、なんかそう、ぜひ皆さんにも来ていただきたいなっていうのは思うんですけど、ちょっと3次受付が、そう、また3次受付、昨日の23時59分で終わってしまったので、なので、そうですね、次4時あったらいいなとは思うんですけど、もしよかったらぜひ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 来てください。お願いします。え、あれ、固まる、なんでだろう、なんでだろう、なんでだろう。13日ありがとう。なんかね、来ても楽しいと思う、どっちにしろ。で、固まってる、ママ固まってない。じゃあ、なんかルアめっちゃ4時発表された。あ、そうなんだ。なんかさね、なんか NGT の公式がね、なんかそう、リポストとかないからさ、私もなんか全然わかんなくてさ、なんかすごい HKT さんはなんか受付この日の何時までですとかね、 NGT もしてほしい。そう、だからぜひぜひぜひ来てください。私が精一杯宣伝するので、その代わり、はい、ぜひぜひお待ちしてます。そうね、頑張りましょう、頑張ろう、頑張ろうって感じで頑張ってます、最近は。頑張ろうか。そう、みんなにたくさん来てもらいたい。そう、その一言です、その一言、それにつきます。はい、ぜひ来てほしいなって思うんですけど、多分きっと楽しい感じ。エサ聞いた、ありがとう、エサ聞いた、嬉しい。そう、今日は今終わったのかな、わからないんですけど、レーナさんとマリナさんとルアでラジオをさせていただいたんですけど、もう本当にお二人は多分今絶賛サスケ、そう、本当にサスケのサスケなんですよ、あれ。そう、サスケの予選会に今
頑張ってらっしゃってると思うんですけど、そう結果がちょっと私も分からなくて、やってるのかな、やってるのか分からないんだけど、うん、本当にそう、本当に素敵な、もう大好きな大好きな1期生さんと収録できたことがすごく嬉しかったです。超絶嬉しかったですし、今回は進行役だったので、はい、なんか私は頑張りました。ループしてる、あ本当に、なんかちょっと解散悪いかな、ここどうなんだろう、あミンテも結果ポストしちゃダメ、あそうなんだ、そっかそっかそっか、うわー、でもいやでもすごい、レイナさんなんかめちゃめちゃ頑張っていて、なんかそのエッサでも話したんですけど、なんか新しいくちゃらにめちゃめちゃランニングしてるっていうのを聞いたりとか、そうすごくもうめちゃめちゃ、もうめちゃめちゃしか言ってない仕切り上手、いやそんなことはない、仕切りは上手くないです、でもそうなんかすごく緊張したけど、はい、止まる、え、そうだよね、ごめんねごめんね、電波悪い、いや電波悪い、電波悪い、ごめんだよ、ごめんだよ、でもちょっと毎日配信続くなら何でもいいや、ごめんねみんな、そうちょっとよかった、でもできて44分ギリギリにギリギリに低速じゃない、だけどなんか電波が今ちょっとしかない、なんか2本くらいしかないです、ごめんね、変顔で止まったらごめんね変顔で止まったらごめんなさい、うん、そう、あとお礼できてなかったんですけど、昨日のマクドナルドさんのやつと、あとあチャリティーラン&ウォークと、あとはおしゃべり会もありがとうございました、楽しかったですありがとうございます、ピース、楽しかったです、インスタ写真、あそうインスタもあげました、そう絶対今日はなんかそのなんだっけ、チャリティーのやつも出したかったんですけど、ちょっとそれはなんかめちゃめちゃ撮影してくださってた方がいらっしゃるので、そうちょっと待ってみようと思って今そう投稿してない状態で、なんかもうちょっとしたら載せようかなと思って今日はおさぎを投稿しました、はいそうなんかめちゃめちゃ写真撮ってくださってて、なんかウィンクお願いしますウィンクってそうあなんかありがとう、なんかインスタのタグ付けね、ごめんね私、あ言ったことあるかもしれない、あのねインスタのタグ付けなんですけど、私なんか設定がバグってて、ずっと作っててなんかタグ付けしても通知来ないんですよね、私ストーリーのタグ付けとか、実はタグ付けしても通知は来なくて、だからそうだからなんかその見れてるのは奇跡です、そうでもどうにかしたいんだよね、でもちょっとぜひもしよかったらお願いします、入れたらいいな、ありがとうね、ループえガチ、えループしてますか、 Wi-Fi 切る、ちょっとそれだけはやめてください、 Wi-Fi 切るはちょっとごめんね、あおかえり、えごめんね、ずな何喋ってんだろうずっと、いやでも全然なんか雑談ばっかりだから重要なことは言ってないんですけど、画面もろいてますよめっちゃ、ごめんね、そうちょっといろいろあってこんなドアップなんですよ、ケータリングに救われた、そうなんです、なんかそっちでお弁当食べなかったので、でその流通センターに戻ってからケータリングを食べようと思って、そうそれで食べました、クラムチャウダーとか、あと
なんかいろんなやつが、あ、本当にいろんなやつ、だからなんかアイスのショーケースがもう丸ごとあったから、もうそれごと持って帰りたかったんですけど。そう、なんかブルーシールだっけママ。沖縄のやつだな、ブルーシール？ブルーシール？とか、あとまあサーティワンとかのあのちっちゃい、ちっちゃいアイスのカップみたいなやつ。あれがショーケースにたくさんあったんですよ。だからその中から選んで、ルアは昨日はブルーシールのいちご味をいただきました。イエーイ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 。ブルーシールってだって新潟にないもんね。沖縄だけママ？そんなことはない、知らない。あ、そう、知らないらしい。そうなんですよ。東京満喫しました。皆さん本当にもう昨日は、昨日はもう本当2日間ですけど、ありがとうございました。ってことで終わりたいと思います。今57、あ、寺泊にもある。あ、そうなんだ。そう、沖縄のイメージがあるからさ。ってことでちょっとスクショタイマー、ちょっと今回すいません、ドアップすぎるので、ちょっとスクショタイマー一回ね、あのなしにして、すいません本当に、あのお礼だけさせてください。本当に短い間ですけど見てくださりありがとうございます。お礼させてください。13位ガトランティス氏ありがとうございます。12位かきひこ氏ありがとうございます。11位アイスルアスマイルレボリューション氏ありがとうございます。10位タコ坊主氏ありがとうございます。9位ナオくんアットスイ氏ありがとうございます。8位ポンポン氏ありがとうございます。7位コガーマン氏ありがとうございます。6位ロストスタントのアザラシクジラ氏ありがとうございます。ごめんなさい、 お腹鳴った。5位ホワイトさんの氏ありがとうございます。4位ハヤト氏ありがとうございます。3位アイスル新潟氏ありがとうございます。2位ヒロシありがとうございます。そして1位はチャカ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 ポイスイッチ氏です。ありがとうございます。ありがとう、ごめん、叩く場所は顔しかなかった。ありがとうございます、ありがとう。そう、暗い中私をミラーボールで照らしてくれてありがとう。めっちゃ嬉しかった、ありがとうね。そう、でも私はそう全然暗い人間じゃないから、これからも明るくいきます、ありがとう。ってことでまだ58分だった、残ったね。ギリギリに多分15分のやつが出ると思うので、それを待ちたいと思います。サムギョプサル、え、てか今度ルアシ新大久保行ってみたいんだよね。でもね、新大久保の場所が分からなくて、なんか渋谷と原宿の近くにあるんですか？どこにあるの？新大久保ってどこなんだろう？目黒とか？なんか、どこだ？目黒。品川とかですか？新宿と池袋の間、どこだ？遠い、遠い、遠い。そうなんだ。新宿ってどこ？ああ、あそこが、あ、そうなんだ。そう、今度、あ、なんか食べたいなと思ってました。ってことでありがとうございました。またね、ありがとう。